皆さんおはようございます。スタンピングアップジャパン公認デモンストレーターの上田土里美です。はい、今日のフライデーフェビュラスはいつもはですね、動画で、まあ、YouTube で行っているフライデーフェビュラス、あ、またやってしまった。あ、もう名前こう、あのライブなのでこんなっちゃうんですよね。はい、いつもはですね、あの YouTube でちゃんとね編集をしてあの失敗ばかりのエラードなんですが、ガンガン編集をしてですね、あのまるで失敗がないかのようにあのやってるんですけれども、今回のフライデーファビュラスは Facebook ライブということで、あのまあアクシデントもあるかもしれませんが、その分ですね、ちょっと臨場感を感じていただきたいと思い、フライデーファビュラスを Facebook ライブで行っています。早速ジョイントしていただいた方ありがとうございます。はい、ということでですね、この今日のフライデーファビュラスでご紹介するのは、8月1日から、8月一応31日までというふうにはなっているんですけれども、実際はですね、あの在庫が売り切れ次第期間中でもあの販売終了となるというものなんですけれどもね、限定販売、新製品Color Your Season についてご紹介したいと思います。すでにですね、 Color Your Season はあのこういうの出ますよっていうねお知らせがあった途端にですね、あ、見ていただいてありがとうございます。 Thank you for watching ということで、すでにですね、あのちょっとだけもうお知らせはしてるんですね。でもその時まだね、実物が手元にねなかったんですよ。やっぱり実物が手元にないとね、あの、あ、全然違うんだってこといっぱいありました。特にあの私の場合おっちょこちょいなのですごい勘違いが多いんですが、このねチラシをね見てるだけでは全然ピンときてなかったんですよ。にもかかわらず可愛いから買っちゃおうって買ってるウェラードなんですけれども、手元に来たらね、もう本当に、なんて言うんでしょう、嬉しい、誤算っていう言い方変なんですけれども、嬉しい、ヘロー嬉しい誤算がございました。ということで、簡単にまずこの限定販売のことを先にあのご説明しますね。新製品、限定販売期間は8月1日から8月31日までなんですけれども、先ほど言いましたように期間中に在庫が売り切れたらもうおしまいなんですよ。なので31日までギリギリ待っていると、もしかしたらもうあの買えなくなっているという恐れもあるのでね、なるべくね、あの販売開始とともに、確実にゲットされたい方は一番先にオーダーされるといいと思います。そして4つあります、製品がですね。で、このカラーヨーシーズンっていう名前がついているので、最初私ですね、スタンプセットとかにそのカラーなんとか、あ、おはようございます、カラーなんとかっていうのがね名前がついてると思ってたんですけど、よく見てみるとこれスタンプセットはブレンデッドシーズンでしょ、で台はスティッチドシーズンでしょ、でまあウォーターカラーペンシルがあるということで、どこにもあのカラーなんとか、カラー用シーズンっていう名前のものはないじゃないかって後で気づいたんですよ。要はカラー用シーズンというのは、このスタンプがほら四季折々に使えそうなねイメージがあるし、ウォーターカラーペンシルも新しいカラーができているので、これで塗ってねっていうことで、色塗りが、まあ、色塗りに注目したセットということで、そのスイートの名前っていうふうに思っていただくといいと思います。まあ、新スイートっていう感じですね。はい、では、スタンプセット、その4つの新製品なんですが、まずスタンプセットがあります。そして、後で詳しくご紹介しますが、はい、台がございます。そしてスタンプと台の、バンドル、これで3つ目ですね。4つ目は、はい、こちらのウォーターカラーアソートメントとなるんですけれども、この4つの中でちょっと異例なのは、はい、ここちょっと私が忘れないようにメモってるんですが、このウォーターカラーペンシルはですね、一応今回の販売期間中限定ではあるんですが、将来的にこのカラーアソートメントはカタログの中で通常販売あります。販売の予定があります。
ということは、まあ色鉛筆に関しては今回逃したとしても、将来的にこの色鉛筆はまた戻ってくると、買える時が来るということなんですね。でももう今すぐにね、この新しいカラーだって、これバーミーブルーとか、それからコスタルカバーナとか、今までのカラーアソートメントにはなかったカラーが入っているので、ね、そちらの方がね、あ、好きだなと思う方はもう早くカラーリングしたいっていう方はね、こちらをねゲットされるといいと思います。ですがこの、 限定販売と言いつつ、ウォーターカラーペンスルは後ほどカムバックする予定がすでにありますということなんですね。ですがスタンプと、台にはその予定はございません。予定があるとは発表されておりませんので、この限定期間限りということなんですね。はい、ではまず最初にスタンプセットから注目します。はい、スタンプセット見てください。これねでかいんですよ、メインのイメージが。だから2セットなんですね。個数は12個なんですけれども、1、2、3、4、5、6、つまり1個の、ケースに6個しかスタンプ入ってないんですけど、6個で埋まっちゃうぐらいでかいんですよ。でこれもね、チラシ見るとね、って嬉しい、なんて言うんでしょう、誤算がこれです。一応ですね、この文字が全部これ 60% 縮小なんですね。で自分的に、私的に、まあ縮小なんだなってことが分かってたんですけれども、例えばこの文字が、これが実物大で、これが実物大っていうのは分かってたんですが、じゃあこれが 60% の状態っていうのは実際はっていうと、つまりかなり、ほら見てください、こんなにでかくなるわけですよ。元がでかければでかいほど縮小した場合もね、なんていうんですか、ほら、なんわかります？言ってること。このセンチメントがこれぐらいになるっていう驚きよりも、これが実際はこれだっていう方の驚きの方が大きくないですか？私は大きいです。ということで、あれ？こんなにでかい。まあ確かにね、ここにちゃんと2セット書いてあるんですよね。でもちっちゃいから、こんなとこいちいちね、気にできないウェラードなんですね。だからもしかしたらそういう方いらっしゃるんじゃないですか？他にも。はい、嬉しい誤算で2セットです。そしてクリングラバースタンプでございます。はい、だからこれ E ブロックを使っていただかないとはまらないんですが、スタンパレータスをお持ちの方は大丈夫。はい、こんな風にバンバンバンと並べて、全部並べていっぺんにゴーということがスタンパレータスではできるわけなんですよね。はい、ということで、中身なんですけれども、シーズンというだけあって、例えば逆になってますが、メリークリスマス入ってるんですね。で、まあサンキューも入っているので、海外では秋にサンクスギビングの時のカードね、ということで、あとはモミジとかあるので、日本でも秋のご挨拶のカードとか作っていただきますよね。はい、一応ですね、コメント見られるようにはねしているので、もし何か質問とかあったらね、どんどん書いてください。後ほどこれ YouTube とかでご覧になっている方は、なんで私がいろいろ時々おはようございますとか言ってるのかなって思われるかもしれないんですが、これ Facebook ライブなので、ライブで見てらっしゃる方がコメントするとね、わかるんですよ。なので一緒にね、今ね目の前でお話ししてお見せしているような疑似体験を私自身がしているということで、とっても楽しいんです。ということですね、他にもね、You're the friend everyone wishes they had。 つまりあなたはもう誰もがね、お友達だったらいいなと思うような素敵なお友達なんですよっていう意味ですね。I just miss you というのは、ちょっと会えなくて、最近会えなくて寂しいなって意味ですね。そして Congrats もこれは Congratulations の省略なので、おめでとうっていうことです。
そして Wishing you all the best。 これはですね、お誕生日の時にもね使えるんですよ。要はあなたにいいことがたくさんありますようにっていう意味なので、 Wishing you all the best というふうに最初にカード表面に押して、カードの中身に Happy birthday とかお誕生日おめでとうっていうふうに手書きで書いていただいて、お誕生日カードにすることができます。そしてもちろんね、サンキュー、一番使いやすいですよね、これ。そしてメリークリスマス。ということはですね、これ正直ね、初めてスタンプ買う人もね、これ1セットあったらオールシーズン、それこそシーズンですから、オールシーズン、オールオケーションいけますよねっていうセットなんですよね。それがね、すごくいいなと思いました。ということで、このサイズ感が嬉しい誤算でしたということです。で、この大きなサイズ本当にでもせっかく見本を作ってたので、見本の方でお見せした方がいいですかね。これ見本っていうかね、私ブレンズでねカラーリングしてみました。ウォーターカラーがねちょっとやっぱりね、私色塗り実はね苦手なんですよ。なので苦手な私、ブレンズの方がね、ほらちょっとこれカットしてるね、抜けてますけれども、こんな風にねすごくグラデーションができて、アーティストになった気分。これも落ち葉の感じの色とかね、可愛いでしょ。で、これカード表面に結構いける、ガンといける、はい、こういうサイズでございます。こういうサイズでございます。なので1個押したらボンとね埋まるんですよ。ありがとうございます。かわいいですよね、これ。で、色塗りをね苦手な方、されない方も、これ同じベースカードと同じ色でこんな風に模様みたいにねしていただいてもいいですし、比較的はっきりしてますよね。なんていうんですか、こう形が。デザイナーシリーズペーパーにこの花だけ押し、花の部分を押して、まあ花というかこれ全体を押して、でデザイナーシリーズペーパーをねここカットして切り貼りしてもねいいと思います。あとはもうカラーガードストックの上に押して、花の部分だけカットしてこういうところに貼るっていうのでもいいですし、とにかく色鉛筆は本当にねカラーしやすいので、あとはブレンズもそうです。これまで色塗り苦手だなと思ってた方も新境地を開いていけるんではないでしょうか。はい、ということで、これは明日ですね、お見せするんですけど、明日のブログに載せるんですが、ちゃこんな感じのもの作ってました。これ、まあ、要するにここをね、一番大きな台で抜いて、色を塗って、こんな風に、はい、地模様ついてるんですね。これだけなんですよ。15分でできました、正直。本当にさっさかできました。それ以外にこの今お見せしたカードにもう1枚のバージョンを付け加えて、カード自体は明日のブログでご紹介いたします。次に台に行きますよ。はい、台がですね、私にとって一番嬉しい誤算だったんです。これ見てるからね、これこういう形のやつが3つ入ってるんだっていうのは見てたんですけど、それがサイズ違いで3つということはっていうところまで発展して理解できてなかったんですね。こういう風に並べてくれればよかったのにって思うんですけど、つまりネスティング、レイヤリングできるんです、この台。さらにもっとね、これすごいと思ったのがあるので、ちょっとそれは後にして、順番にこちらの細かい台の方のご説明からいきますね。スティッチド台の中にはこんな風にエンベリッシュメント系っていうんですか、飾り模様系、まあ、スタンプとはコーディネートしていないんですけれども、この飾り模様系が 1,2,3,4,5,6,7 個も入っています。そして一つ一つ台カットしてみました。ほら、これ
ね、リボンでね、あのこれ抜いた後このリボンの形は残るんですけども、ほら中身もこういう風に抜けるんですよ。ということは2色違う色でダイカットして、まああの面倒くさいかもしれませんが、この間にね一個一個埋めて、あのちょっと2色なリボンにするっていうこともできますよね、これだとね。そしてこのお花、これもね可愛いですよ。ほら何個かカットして、こういう大カットしたパネルの上にチョーンなんて乗っけていただいても、もうすぐにね可愛いね飾りができちゃいます。そして先ほどのもみじみたいなやつ、これもですねスタンプと微妙に合ってます。微妙に合っているので、スタンプ自体はこれ全部大きい一つなぎなんですよ。でもそれを後でこういう風にダイカットすることもできなくないという感じですね。完璧にこれコーディネートしてるわけではありません。ただこういう風に重ねて使えないことはない。逆にちょっとこんな風にあのずらして使うっていうのがおしゃれじゃないのかなって思うわけなんですよ。そしてですね、はい、これもね何個かカットして、なんかこういうところにこんな風に付け加えたいですよね。もうあの台が本当に可愛くって、これからですね、あのこのセット内だけじゃなくていろんな他のセットにね組み合わせて、ちょっとしたアクセント飾りとして使っていただける台がねたくさん入ってます。そしてこれ嬉しいことに、このちっちゃいの最近の傾向ですよね。あのちっちゃめ何個かたくさんあの台カットしたいものってがあの2個ついてきてくれるんですよ、台が。ということはこれ1個しかなかったらこれ何個も台カットしないといけないじゃないですか。でもこれ2個あるので4つ作りたかったら2個いっぺんにビッグショットの上に乗っけて2個いっぺんにカットできますよね。ということは4個だったら2回ぐるぐるっといけばいいだけなんですよ。なのでこれもいっぱいカットしてこんな風につなげて模様にしてみたいっていう感じで、すごく使いやすいと思います。そしてこのスティッチドシーズンのあの台でスタンプをカットできるのはこのベルのところなんですね。はい、もうカットしちゃいました、塗ってから。それ以外はスタンプ自体と、あ、反対出してた、スタンプ自体をカットできる台っていうのはないんですけれども、ベルの部分はこんな風にカットできます。なのでクリスマスのイメージでこんな風にベルチョンって上に乗っけたりとか、こういうこともできるわけなんですよね。はい、次、同じ大セットの中に含まれているこれが私的にはハイライトでした。もう何何これって、まずサイズ3つがこんな風にネスティングできる。はい、できました、できるんですよ、見てください。ということはこれフレームできますよね。こういう風にカットしたらこの外枠だけこれ残るってことですよね。さらに一応スティッチドっていうことなので、スティッチつくのは予想ついてました。こういう風にほらかわいいスティッチ。でもね、この後がって変なんですけど、この次があの私的にワオだったんです。これ大カットした後のもの、これね、まあ、ちょっと色違いますけど、大カットした後の残りにもスティッチつくんです。ほらちょっと分かりにくいですかね、ウィスパーホワイト。でも見えますよね、画面からはみ出てなければ。興奮すると画面からはみ出る。大丈夫ですね、大丈夫です、見えてますね。はい、でこれなんですけれども、よーく見て、やっぱりこれフライヤー、あのチラシでは分かんないですよね、二重になってるんですよ、ここスティッチが。だからカットした残りにもスティッチがつくということで、買っ
都残りも使えるんじゃないのということでですね、先ほどですね、明日紹介するカードなんですってこれお見せしてたんですけども、これほら抜いた残りなんですよ。なのでこれ残りを使ってですね、何でしょう、2枚一遍に明日ね、カードをご紹介したいと思います。一応これはですね、ちょっとこんな風にマウントして、で下にデザイナーシリーズペーパーで、その上にさらにまたカード、ベースカードのと同じ、次のサイズを乗っけて、で最後にウィスパーホワイトで一番小さいの乗っけてっていうのをね、ちょっと考えてるんですよね。でちょっとこのシリーズは、まあ、スタンプも使うかもしれないけれども、この辺の台をねいっぱい飾りで作って、なんか台が中心のデザインにしてみようかななんて今考えております。はい、ということで、カラーペンシルはね、今回私はお見せしてないんですで、ゲットしてないんですけれども、チラシではわからなかった、嬉しい誤算まず一つ、スタンプセットがのサイズがすごく充実してたぞでかいぞっていうことと、台の中のセットで可愛いも、エンベリッシメントは元よりこのスティッチフレーム台がもう末永くずっとずっと使っていける本当に便利な台だなと思いました。なのでですね、これぜひ、あと限定販売なのでね、なくなって永久にゲットできなくなる前にぜひですね、皆さんね、リストに入れといていただ、最優先で入れといていただきたいと思います。販売はですね、8月1日なのであと2週間ほどお待ちいただくんですけれども、今のうちからですね、これを含めて8月のね、お買い物計画をじっくり立てていただくといいんじゃないでしょうか。はい、ということでブログにはですね、お話ししたことのまとめ&スタンピンアップから出ているオフィシャルデザインですね、このカラーヨーシーズンのバン、スイートを使ったオフィシャルデザインをね、掲載しておきますので、ぜひ後ほどブログをチェックしてみてください。ということで Thanks for watching! Happy crafting!